スウェーデン国鉄 D 型電気機関車は、スウェーデン国鉄で使用されていた一連の電気、機関車の総称である。スウェーデンで初めての電気機関車となったのは、鉄鉱石を運ぶ、王方と鉄道向け大型であるが、重い鉱石を運ぶのに適した、設計のため牽引力が高い分速度が低く、本線で運用するのには適さなかった。SJ は、本線用電気機関車開発に、 大きなプロジェクトを設立し、開発を急いだ。1925年に旅客列車用の DS 型と貨物列車用の DG 型の2種類が登場した。以後1943年までに333両が製造されて、形式も増えていった。いずれの形式でも箱型13メートル級の車体である。 材質は1933年までに製造された134両は木製で、以後の187両は構成に変わった。ロット駆動を採用。旅客用として登場したタイプで最高速度は時速 90km。後に電動機の出力を増強した DK 型が登場したために159両で製造を打ち切った。残ったものも後年 DK 型に改造されて消滅した。 貨物用として登場したタイプで牽引力を重視して、最高速度は時速7 0トルに抑えた。1936年から最高速度を時速7 5トルに向上させた。ほか、後年電動機の出力増強も行われたが、形式名は変更されなかった。ドゥ型に改造されたものを除き1976年までに運用を離脱した。 旅客用として登場したタイプ、出力増強した電動機を搭載して最高速度を時速 100km としたものである。117両が存在し、うち73両が DK 型として新造されたもの、残りが改造車であった。D 型に改造されたものの他は1975年までに運用を離脱した。1950年代、 同時期に登場したダー型電気機関車と同じ電動機を積んだ車両をドゥ型としたものである。この改造で旅客用と貨物用の区別はなくなり、最高速度は時速 100km に向上した。DK 型、DS 型と DG 型の3タイプから合計242両のドゥ型が登場した。1977年に最後の車両が運用を降り立つ。 同時に木製の車体を持つものが消滅となった。RC 型電気機関車と同等の性能を持てるようにドゥ型2両を連結したもので1967年から1976年にかけて162両のドゥを81組のドゥ2に改造した。車体は全車両が構成のものから選ばれた。1993年までに全車両が運用を離脱し、 一連の D 型機関車は活躍を終えた。スウェーデンを代表する名機として複数量が保存されており、稼働状態のものもある。ありがとうございます。